ジョージセルは、ハンガリーのブダペストに生まれ、アメリカ合衆国クリーブランドに没した指揮者、ピアニスト。ハンガリー語で、セール、ジェルジ、ジェルジエンドレセール、ドイツ語で、ゲオールクセルとも呼ばれる。ハンガリー人の父と、スロバキア人の母の間に生まれ、3歳で、一家とももユダヤ教からカトリックに改修する。幼くして、ピアノ演奏に才能を示し、神道と呼ばれた。 わずか3歳から、ウィーン音楽院で、ピアノ、指揮、作曲を学んだ。11歳で自作を弾いてまず、ピアニストとしてデビューし、ついで16歳で、ウィーン公共楽団を指揮して指揮者としてもデビューする。さらにベルリンフィルハーモニー管弦楽団にもピアニスト、指揮者、作曲家として顔を出すようになった。セルは、青年期までは作曲家としての作品も数多く、残したが、 最終的には指揮者の道を選び、リハルト・シュトラウスの教えを受け、そのアシスタントを経た後、1917年頃から、ストラスブールの歌劇場をはじめドイツ各地の歌劇場で、キャリアを積んだ。1924年には、当時ベルリン国立歌劇場に君臨していた、エイリヒ・クライバーの下で、第一指揮者を務め、その後プラハのドイツ歌劇場音楽総監督に就任した。しかし、 ナチの台頭に脅威を感じて、イギリスに移動し、活動を続けた。1939年、オーストラリア・アメリカへの演奏旅行中に、第二次世界大戦が勃発したため、帰国を諦め、そのままアメリカに定住した。トスカニーニの援助で、彼の NBC 公共楽団の客演指揮者として、迎えられた後、メトロポリタン歌劇場でも指揮した。1946年、 ラインスドルフの後任として、クリーブランド還元学団の常任指揮者に就任した。これは1945から46年のシーズンに、客演した際に大好評だったから招聘されたと言われている。この時、セルは、地元の代議士、トーマスセル堂の講演を受けて、経営陣から一切のマネジメントの権限を手に入れ、還元学団の改革に大なたを振るう。 こうして、一旦は、アルトゥール・ロジンスキが鍛えたものの、決して一流とは言えなかった、同学団をさらに鍛え抜いた結果、ほどなく全米のビッグファイブと呼ばれる、第一級のオーケストラの一つとして高い評価を得るに至った。1960年代には、ウィーン、ベルリン、ロンドンなどでも、客演式を行った。 1970年5月13日から5月27日にかけて、クリーブランド管元学団と共に、日本万国博覧会を記念した企画の一環として、来日公演を行い、日本でも極めて高い評価を受け、多くの聴衆に感銘を与えたが、帰国後間もなく、多発性骨髄腫のため救世した。73歳ボーツ。ジョージセルは、厳しい練習により、 クリーブランド管弦楽団を世界最高のアンサンブルと称えられる合奏力に高めた。その正確な演奏をベースに単性で透明度の高い、金星の取れた音楽を構築し、1950年代以前は主流であったロマン派的、主観的な感情移入を行わず作品の持つ魅力を引き出した。ハプスブルク帝国に生を受け、3歳から36歳までを ドイツ圏で暮らした。彼にとって、ドイツ系レパートリーは、自家薬老中のものである。ハンガリー、スラブものにも優れていたが、一方で、フランス、イタリア系のレパートリーは、多くない。特に、ハイドンやモーツァルト、ベートーベンら古典派の作品における、完成日は、評価が高い。さらに、優れたオーケストラ合奏により、ロマン派の演奏でも、いくつかの結出した演奏を行った。 レコード録音に残るシューベルト、シューマン、ブラームス、アール・シュトラウス、ドボルザークなどの演奏は特に優れたものと言える。反面、あまりに精密かつ禁欲的で客観的な演奏は、しばしば冷たいと評されることもあり、マーラーやブルックナーなどの演奏でそうした批判も聞かれた。セルは良くも悪くも、完璧主義者と評されることがしばしばある。 セルは戦前から没年まで幅広くレコーディング活動を行った。戦前に行われた主な録音は以下の通りである。しかし戦前期においては往年の巨匠がひしめき合っており、新進の若手であったセルの評価は必ずしも高くはなかった。新世界については雑誌ディスク昭和14年1月号で次のように評価されている。今回のものは その式によって、何の特色も、また、洗練された仕上げもなく、花肌平凡であり、オーケストラも欧米によっては二流どころもしくは、第三流に下るかもしれない程度の素質で、花肌古はない。ただ、気真面目な演奏と素朴なる式を、サワとするに過ぎない。主兵のクリーブランド館とのレコーディングで、モノラル時代のものは、意外と少ない。しかし、その数、 少ないクリーブランド館のモノラル録音に、セルの還元楽編曲によるベドルジハスメタナの弦楽四重奏曲、第一番、我が生涯よりが残されている。ステレオ時代に入ると、セルとクリーブランド還元楽団は大量の録音を行い、世界的にその名を轟かせた。なお、ロベールカサド氏と共演した、モーツァルトのピアノ競奏曲の録音に、 コロンビア公共楽団とクレジットされているものがあるが、これは契約上の都合によるクリーブランド還元楽団の変名である。晩年の名演として、ウォルター・レックと行った EMI 録音、例えば、ドボルザークの公共曲第8番や、シューベルトの公共曲派長長、グレート・ブラームスのバイオリン競争曲や二重競争曲、マーラーやアール・シュトラウスの歌曲などが挙げられる。 特に、マーラーの録音は4人の完璧主義者が最善を尽くした力作である。ザルツブルク音楽祭でのものを中心に、ソニーやオルフェオからリリースされている。セルのライブ録音が多く出回るようになったのは、CD 時代に入ってからであるが、修正可能なスタジオ録音とは違って一発勝負の演奏ゆえ、前述のセルのイメージからかけ離れた演奏を聞くことができる。むしろ、 多くのライブ録音のリリースにより、セルの演奏イコール完璧だが冷たいという評価が以前ほど聞かれなくなったとも言える。というのも、残されたライブ録音の中には、オーケストラがテンポに乗り切れないのが気になったセルが思わず式台を踏みならしてテンポを上げさせたり、ものすごいテンポで演奏するものがあるからである。とはいえ、そういう場合でも決定的に演奏が崩壊しないのが、 セルのセルたるゆえんであり、セルのバランス感覚が優れていたことの証拠でもある。突起なき場合は、クリーブランド還元楽団、ステレオ録音前述のように、第二次世界大戦後はアメリカを本拠としたセルであったが、それでも、毎シーズン、ヨーロッパに戻って、客演式活動を行っていた。その中でも、1949年に初出演したザルツブルク音楽祭とは、 死の前年の1969年まで、ほぼ密接な関係を続けた。1949年は恩師である、リヒャルト・シュトラウスのバラノキシなどを指揮した。シュトラウスはこの時、ウィーンフィルを通じて、セルにプライベートな手紙を託していたが、音楽祭終了後の9月8日に死去した。その後もオペラ、オーケストラ双方で活躍した。 なお、ザルツブルク音楽祭での一連のオペラ式が、セルにとって、オペラを指揮する最後となった。若い頃は作曲家としても活躍していたが、現在は、ほとんどの作品が忘れ去られている。日本のピアニスト白石光隆によって、三つの商品という作品のみが録音されている。渡米して間もない頃、自作の公共曲を指揮したことがある。ありがとうございます。